皆さんおはようございます。目のあかねです。今日は大学がお休みなので初めて朝一の1時間目から教習受けに来ました。今日は学科を2つ受けて車に1回乗ってきます。学科がねもうそろそろ終わりそうなのでしっかり頑張って勉強して、試験に臨みたいと思います。頑張ってきます。はい、ということで初朝一からの教習終わりました。今日は学科を2つ受けたんですけど、駐停車のなんて言うんだろう、駐停車しちゃいけない場所の勉強とか、夜間や雨の日に走る時の注意点を学科で勉強して、路上は、結構それなりに遠くまで行ったんですけど、こう車線変更とかで目視で確認するときに体と一緒にハンドルもこうキュッてなっちゃって車体が揺れてるみたいなので、ちょっとね腕は固定でできるようにイメージトレーニングしっかりして次挑みたいと思います。頑張ります。皆さんこんにちは。今日はもう学科が残すところあと少しなので学科を一つ受けに来ました。今日はハードスケジュールです。今日の学科も頑張って覚えたいと思います。今日は資格について勉強しました。小学校ぐらいの頃にトラックが校庭に来てどんぐらいの資格があるかみたいな交通安全教室やったことあるから見にくいんだろうなーってのは思ってたけど、思ったより見てなくてびっくりしました。こんにちは、目のあかねです。今日は技能教習を2回受けに来ました。ちょっとパラパラと、私が外に出ると雨が降り出したパラパラと雨模様なんですけど、しっかり安全運転で頑張っていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。はい、ということで今日は車に2回乗ってきました。今日はですね、見通しの悪い交差点とか曲がり方、こう対向車に注意するとか、そういうことが復習できました。いよいよ終わりというか折り返し地点に近づいてきてるので頑張っていきたいと思います。そして今日は撮影の方もやってきたので、また倉敷中小自動車学校さんのインスタチェックしてみてください。